はい、こちらは岡本桃子先生が撮った写真、そして愛用のカメラです。10代の頃からずっと写真を撮っていて、この写真はほんの一部をお借りしました。1000枚以上、もしかしたらもっとたくさん撮っているかもしれないということです。ではまた作品のご案内をいたします。こちらも今回の展示のために描いていただいた作品、昨日よりも強く、まるで掛け軸みたいな縦位置の絵ですね。そう、それから足を覗かせて、ちょっとまあ普通で考えたらセクシャルな図ですけど、何かセクシーというよりはなんか女性のなんかこう生々しい、なんかこれ女性じゃないと描かない絵ですよね。ちょっと足に傷がついてるあたりもどういうことを示唆しているのか、まあ、ちょっとまた後ほど本人に確認してみますけども、面白い図ですね。はい、そしてこちらも今回の展示のために描いてくださった新作です。タイトルはありふれた夜と匂い。あの人物にちゃんとあのなんていうかな、風景というか、まあ、室内の風景組み合わせて描くっていうのは最近ちょっと取り組んでいるところだと思うんですけども、まあ、これもあの服を着てるだけじゃなくて、こうやって洋服のまま服を触ってるのは、まあ、現代の日常みたいなものを描写してて、まあこれは一つのまた現代としてのリアリティを感じさせる図柄じゃないかなと思いますね。はい、はい、彼女独特の世界ですね。でやっぱり布の質感をこのなんていうかしら、日本画の画材でここまで立体的に出せるっていうのが、まあ、彼女の、まあね、ある種の得意技というかね、特徴が出てると思います。はい、はい、以上で岡本桃子先生のエリアを終わりにいたします。